文学部1階の土屋喜一郎です。大阪の北野高校出身で、現役で、ラグビーは、高校から始めました。で、学校での成績は、まあ、僕も草野くんと同じく、まあ、あんまり良くなくて、まあ、その、学校の中で、こんぐらいの順位にいれば、表題いけるよ、みたいな、風に言われてる順位には全然達してなくて、で、まあ、兄弟模試の成績とかも、まあずっとあるって、まあ、3年になってから4回受けたんですけど、全部 E、E、D、D みたいな、まあ、全然悪い判定で、まあでもその、めっちゃ意識してたのは、焦らずにやろうって思ってて、その、まあ、やっぱ部活の引退遅いんですけど、周りの部活引退して、もう勉強、しかもやることがないみたいな人たちは、ちょ、根詰めすぎて、結構終盤、なんか失速してるなっていうイメージがあって、で、僕はちょっとそう、なりたくないなって思ったから、その勉強を生活の最優先事項には絶対しないでおこうと思って、まあその学校の授業とラグビーちゃんとやった上で、まあその後時間が余って勉強できたら、まあすごいラッキーやなって思えるぐらいな感じで、まあ過ごすっていうのを、まあ意識してました。それが、まあ最終的には合格につながったのかなって思います。で、兄弟はまあずっと、割とちっちゃい頃から、兄弟行ってみたいなっていう思いがあって、で、高校入ってからも、まあ、ずっと変わらず、でもその成績が上がらんかった時も、もう志望は絶対に、第一志望は兄弟で絶対に変えんとこうって思って、まあ、浪人したらそれはまあ、しゃあないかな、ぐらいな覚悟でやってて、まあ、そしたらまあ、最初あんまり思うようにいかなかったけど、まあ、諦めんかったら最後、なんとか成績ついてくれたかなっていう感じです。まあ、だから本当に僕は、今の成績があんまり良くなくても、本当諦めないでほしいなと思います。で、まあ、兄弟ラグビー部の思いなんですけど、まあ、僕高校の時、ラグビーやっていたんですけど、まあ、周りやっぱ初心者ばっかりで経験者少なく、で、しかもその人数も足りなくて、試合棄権することもあるみたいな環境でやってて、で、結構そういうとこから来る人多いんです、兄弟ラグビー部って。だけど、それでも、他の私立のチームに、と告白、もしくはそれ以上の戦いをして、B リーグ4位っていう成績を残しているのを見て、まあ、本当に、まあ先輩たちにすごい憧れてるし、自分もそうなりたいなって常々思ってます。で、新チームでは、まあまだ、バックスにすごい上手い人が多くて、層が厚くて、まあ、自分はまだ出番が取れるかわかんないんですけど、まあなんとかまあ体を大きくして、技術もつけて、今シーズン中にちょっとスタメンを取りたいなって思ってます。以上です。本当にこう走り込んでくるプレーが上手いので、うん、そういったところでチャンスメイクしてくれるんじゃないかと思います、ね。さあ、そしてまた土屋が抜けてきた。1年生の土屋、早いぞ土屋トライ切り裂いた1年生パッとギリギリのところでパスして、うん、土屋くんにタイミング渡って、あとはもう土屋くん得意のランニングを始めていましたね。どうでしょう、兄弟の選手たちとしては、なんとか前に出てで最後は土屋に託せばっていうような感じはありますか、ね、そうですね、やっぱりあれだけ絶対的に足速いランナーが外にいると、はい、最後は回してっていう形は考えてると思いますね、はい、